んにちは、シークエンスパパ友でございます。四国、旅行、3本、皆さんにね見ていただいて本当に感謝しております。いよいよ今回が最後ということになるんですけれども、楽しかったですよ。もうねダイジェスト版ということでね、最後はね本当に短いというかね、画面上が短くなってしまうので私のコメントを入れさせていただいておりますけれども、最初にね申し伝えましたね。まずはね空港から始まって、こうお世話になったねホテル清見山荘花樹海さん、景色本当に良くてね、いや素晴らしい景色だったですよ。せがれさんと一緒に過ごしたね久しぶりの夜ですよ。楽しかった、本当に楽しかった。途中でね、YouTube、 せがれさんの YouTube に参加させていただいたりさ、ご飯もねもう本当に素晴らしいご飯でね、本来ならね夕飯をつかなくてはならない、ところなんですけども、今こういう現状なんでね、朝食セットということでもってやっていただいて、料金の方も格安でした。家族3人で泊まってね、お部屋も素晴らしいホテルでですね、一泊ね、確かね2万何千円だったですよ。とっても家族3人でね、とっても素晴らしかったです。まあ朝食は別だったですけれどもね。そして、骨付き鳥の一角さん、これはもうもう僕らもねもう食べきれない、とてもじゃないけど食べきれない。美味しかったですけどね、パリパリの皮のところだけ食べました。中もちょっと食べましたけどね、さすがにね昼間ねうどんを食べてるもんでね入りきらなかったね。美味しいものばっかりだったもんでね、もうとてもじゃないけど入りきらない。昼間ね2杯うどん食べてるでしょ。それからとてもじゃないけどね入りきらないですよ。とてもじゃないですけどね。そして、2番札所ね、こちらもさ、こう弘法大師さんお手植えの杉もうすがってまいりましたよ。水かけ不動産にも水かけてね、皆さんご一緒してくださったかな。そしてねレンタカーでね、その次にね、せがれさんに釣られた、伺いました。うどん屋さんね、そこからねふとしたことでもって、あれもしかしたら渦潮が見えんじゃないなんてね、こう渦潮見えるかよな、時間も何にもなくってこう、鳴門大橋の方に向かっていこうっていうことになって、ね、向かってきました。そしてね橋を渡りましてね、これなんだっけな、淡路島南だったっけな、インター降りて、淡路島に回ってすぐのところでね売店に聞いたらね、そこに到着したのがねおおよそ4時半ぐらいだったんですけど、今日は4時10分なんですよなんて言われて、なんだ終わっちゃったのかよっていうことでもって、なんかこう公園の方に向かって行ったんですよ。そしたらね渦潮見えましたよ。もうみんなでねキャーホーキャーホー言っちゃって動画撮るの忘れちゃったりなんかしてね。でも車の中からなんですけどもね、しっかり見えました。いやーよかったっていうふうに思ってね、本当に素晴らしいところだったですよ。そして橋を渡ってね高速をぶっ飛ばして、高松の方に戻ったんですけどもね、そしてこの最後にね伺ったご飯屋さんね、これも美味しかった。桑焼きのお店でね、YouTube、グルメ系 YouTube をなさっているわ KTV さんを見てね行ったんですけどね、僕は KTV さん大好きなんですけど、旅行はね小屋チャンネルさんね、グルメ系はワッキー TV さん大好きなんですけども、ワッキー TV さんを見ながら本当にねストップっていうまでこうお任せで出てくるんですけどね、とっても美味しかったです。でワッキー TV さんで出てたねフレンチトースト、これが売り切れちゃったんで、でね入り口入った時にね、なんだろうお店の方が勘違いしたんで、オーダーストップ7時までなんですけどよろしいですかって言われてね、入ったのが7時10分ぐらいだったのかな。で半個室のお部屋にご案内されてね、じゃあお任せでっていうしかないんですよ、もう選んでアラカルトで選んでる時間ないなっていうふうに思ったらね、6時40分ぐらいだった。そしたらねお酒が7時までで食べ物の方は7時半までだったんですよね。伝えてもう勘違いだったの何なのか、僕らが勘違いだったのか、お店の方が、
伝えてくださるのがちょっと勘違いだったのかということで、アラカルトでおし、ね、好きなもんだけ食べればよかったななんて後悔いたしましたけども、その日も夜もね、宿に帰りまして、せがれとね、ビーチクパーチクと楽しく、本当に楽しい一日が過ごせました。本当にね、楽しかったな。香川県と、愛媛県、2つだけしか行けません。そしてなんと淡路島まで回ってね、珍道中ということでもって回らせていただきました。79番札所ね、天王寺さん、こちらもせがれさんの動画の方で上がってますけどね、やっぱり、なんとも言えないものを感じましたね。きっとね、お遍路さんで88箇所全部回ったらね、それぞれに思いっていうものが全部違ってね、受け止めるものが全部違うんじゃないかななんていうふうに思って回らせていただきましたけども、この後ね、東京に帰ってまいりましたから、東京はね、高輪にあります、高野山別院、東京高野山別院というのがございまして、そちらの方に行って動画撮影をしてまいりました。88箇所をね、お寺さんを祀られている、石仏がございまして、一つ一つをご紹介している動画となっておりますのでね、どうかね、そちらの方をお楽しみにしていただきたいたらなっていうふうに思いますというね、本当に、簡単な報告になってしまいましたけども、楽しい道中を過ごせましたというご報告でございました。ありがとうございました。また伊豆湖へ出かけてまいりましたら、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。幽霊バイバイ、ハッピー。